1> 1日緑の塔ストップ気候危機キャンペーン」ということで、えー、気候危機に立ち向かうエネルギー基本計画をと題しましてですね、えー、グリーンリカバリーにイエスグレーリカバリーにノーということで長い名前ですがオンラインセミナーの第3期第1回を本日は、えー、飯田哲成さん 環境エネルギー政策研究所の所長の飯田さんに政府の未確立な技術頼みでは間に合わないということでご講演をいただきます改めまして本日、えー、司会を務めさせていただきます、えー、松本奈美穂緑の党グリーンズジャパン共同代表の松本奈美穂ですさて 早速ですが、えー、緑の塔の紹介を少しさせていただきたいと思います。少々 今日は、えー、ただいま96名の方にご参加いただいておりますありがとうございますただいまから緑の党の紹介をさせていただきます画面共有できていますでしょうか,ょうかえ地球一粒で生きる緑の党グリーンズジャパンということで緑の党の成り立ち皆さんにお伝えしたいと思いますまず1970年代にですねオーストラリアやニュージーランドそしてヨーロッパ各地で緑の党 いろろんなところで結成されました80年代から90年代にかけて世界へ広がった緑の塔2001年にですねグローバルグリーンズという国際の連携組織を作りまして現在約世界で約100の地域や国や地域で活動がされています4つの連盟で構成されているグローバルグリーンズなんですけれども2001年のキャンベラ大会を 1> 第一回としましてその後ですねサンパウロ、ダカール、リバプールというふうに、えー、各地域でグローバルグリーンズの大会が開かれています2023年には第5回大会がソウルで予定されていますこのグローバルグリーンズの、えー、それぞれの各国の団体はですね、えー、6つの理念グローバルグリーンズに掲げられている6つの理念を 検証の6つの理念をもとにそれぞれの政策を目指して、えー、このエカロジカルな知恵でありますとか社会的構成その他6つのですねこの理念に基づいて緑の社会ミジョンの実現のために取り組みを進めています日本の緑の党ですね緑の党グリーンズジャパンは2011年の3.11 東電福島第一原発事故を契機として2012年7月に結成をいたしました2013年の参議院選挙に10人の候補者で挑戦をしたんですが議席獲得はできませんでした現在はですね、約900人の会員サポーターそして連携する自治体議員首長など約100人あとはサポーターそしてサポーター国会議員ということで お二人、えー、名を連ねていただいておりますそのネットワークで活動をしていますちょっと世界にあの目を向けていただければと思うんですが世界の緑の党今大活躍をしていますこちらはですね、えー、2019年欧州議会の選挙で大躍進をしたというニュースですそして欧州には7つの連立政権こんなにたくさん緑の党が 連立政権を担っています南北アメリカ大陸にではですね、えー、カナデで2019年総選挙で3議席獲得コロンビアの自治体選挙でも躍進をしていますアフリカ大陸の緑の党も頑張っています皆さんあのおなじみの、えー、ワンガリマータイさんもったいないでおなじみのマンガリマータイさんも実はケニア緑の党の初代 でであったとということです、えー、2018年には今後で初の2議席、ルワンダでも上院議員が誕生しています。アジアに目を向けますと、台湾も韓国も総選挙をチャレンジして頑張っています。残念ながら議席獲得はなっていないんですが、えー、その後も引き続き頑張っています。そしてですね、えー、アジア太平洋緑の党の連盟の中で、 特に頑張っているのがニュージーランドですね。1 0人の、えー、議席を持っておりまして、女性7人、マオリ,マオリ族の方が3人、LGBTQ4 人ということで、とても多様性のある議員を輩出しているということです。そして欧州、フランスですね。フランスでも統一選挙で、自治体選挙で大躍進、8人の緑の市長。 誕生ししてておりますそしてドイツですね、2020年のドイツ最大州、一番大きな州で、緑の市長が16人誕生しまして、うち半分の市長が女性,議員だあ女性の市長が誕生しております。今年になっても、その勢いはますます広がってまして、2つの州選挙でも議席を伸ばしております。 そして、今年の9月26日が総選挙になっているんですけれども、もう連立政権入りが有力視されておりまして、もしかしたら初の緑の党の,あのトップ、首長に、あすみません、えー、トップが誕生するのかもというふうな、えー、意見,あの見方もあります。まさにそのドイツの緑の党からですね、えー、ジャミラ・シェイファーさんが、この、 連続セミナーの第3回に登場していただきます。お楽しみくださいというわけで、えー、地球一粒で生きる緑の塔グリーンズジャパン、環境を最優先に持続可能な社会を目指して、緑の塔が必要だと思っています。ぜひ皆さん一緒に活動しましまょう ですね、えー。早速セミナーの方に入っていきますが、司会は中山一氏共同代表が務めさせていただきます。はい、皆さんこんにちは。えー、共同代表の、えー、新潟市議会議員の中山一氏と申します。えー、と本日はあの多くの方にご参加いただきましてありがとうございます。えー、先ほども司会の方から紹介ありましたが、えー、今日は、えー、環境エネルギー研究所、えー、所長の、えー 環境エネルギー政策研究所です ICEP の所長の飯田哲成さんに講演をいただきます、えっと。講演約40分ぐらい予定しておりまして、その後質疑に、えー、移りたいと思っています、えっと。講演中の質問については、えっと、皆さんの,あのズームの Q&A のところに書き込んでいただき、えー、その質問にもし賛同いただく、この質問はいい,いいと思ったら、いいねのボタンを押していただくと、あのその分その、それも考慮しながら、 質問の順番を決めていいいきたいと思います。質問の順番については、そのいいねの数だけではなくて、えー、全体の話の流れに沿ってあの採用するかもしれませんが、よろしくお願いいたします。えっと、あの今日のテーマはですね、あのえー、っと今あの、日本が、えー、日米会談でもあのそれを受けて、いよいよその今まで、えー、2013年、えー、26%削減という30、 2030年に26 2013年比で3 26%削減ということだったんですが、それをもっとあの上乗せすると、もっと多く削減するという議論にはなっているんですけれども、えー、そのためにその新しい技術にた、えー、頼っている、えー、しかし、その新しい技術を頼っていてはもう間に合わない、極めても深刻な状況にあって、きょうの,あの、えー、講演会の最後の方でもお伝えさせていただきますが、えー、現在、若者たちを中心に、 えもうあと4年、あと4年頑張っていかないと、もう地球は持たないというキャンペーン、あと4年キャンペーンというのがあの取り組まれていますけれども、それぐらい時間がないにもかかわらず、えー、未確率な技術にえ頼って、これからその将来的に CO2 を吸収していくんだから大丈夫だみたいな議論が政府の中でえありますので、そうしたことについてもちゃんとその批判していかなければいけないという観点で、今日のあの講演を、えー、講演を設定いたしました。 そういうあの問題意識で、あのぜひお聞きいただければと思います。それでは飯田さんよろしくお願いいたします。はい、えー、っと環境内政策研究所の飯田と申します。で,ではあの画面の資料に沿ってですね、えー、っとまああのタイトルのこの政府の未確立な技術 帰り日では間に合わないっていうのはあの今回緑の音をグリーンジャパンにいただいたタイトルですが、まあ、要は基本的には CCSCC CC 最近は US と言ってるみたいですがのことを指しますけれど、まあ、そ,それを含めてというかですねあのそれはあの後半に1ページほど出てくるんですが基本的にはやっぱり再エネ、えー、というかあの太陽光と風力 を軸に変えていくという方向に世界が変わっているという状況を眺めてですねでそこに果たして日本がどうやって変わっていけるのかっていうことが一番重要かと思いますで、えー、と太陽光と風力があの特にこの10年間爆発的に増えてきて、えー、昨年の暮れで風力が716ギガワット太陽光が733で、えーまあ、それこそ文字通りコロナのあの 患者数が増えるときのように売買ゲームで増えていて、ですねで今それぞれ原発の設備容量の倍ぐらいということで、えーまあ、この10年間のとりわけ驚異的な拡大によって、まあ、世界の、まあ、エネルギーに関わる専門家とか研究機関とか政府、あるいはあの企業とかですね、えー、日本を除く <laughs> 専門家は認識をこの10年間でもう完全に変えたと。 いうことですねで発電量、今のは設備用の発電量ではまあこの20年間で原発に対してまあおよそ倍ぐらいにあの再燃が広がってきたんですが、このほとんどは太陽光と風力が一番大きいと。で太陽光と風力だけを切り出すと、おそらくことしいっぱいで原子力の発電量を世界の発電量を追い越すじゃないかという勢いでこう伸びてきています。で、えー、とですからですねまあ あの10年前に再エネ100%、えー、という、まあ、ICEP がグリーンピースインターナショナルと再エネエナジーリッチジャパンという日本の再エネ100%シナリオを出したのが2005年6年だったかな、まあ、その頃はもうあの誰にも相手にされませんでしたけども今や逆に再エネ100特に太陽光と風力を100%っ まあ中心に100%というシナリオがもう世界のまあ中心的な考え方に変わってきたということでえまあアイリーナって国際再生可能エネルギー機関の政府があの中心、いわゆる政府機関による国際機関はまあ若干保守的というかあの抑制的な未来像なんですがそれでも太陽光と風力はやっぱりあの圧倒的な量を占めですね。しかも ちなみにこの発電電力設備や発電電力量ですが、まあ、ドイツとフィンランドの LUT 大学の共同研究だと今度エネルギーのすべてですね1エネルギーのすべての7割が太陽光で2050年にはですね風力が2割、まあ、残りは他の3エネということで、えーまあ、驚異的に,、まあ、にあの太陽光と風力はこれまで伸びたけれどもこれまでも伸びてきたけれどもこれ からも,もっとと伸びるとでそれはあの風力はこの10年間でコストが7割落ちて太陽光が9割落ちたということで、えー、今や今日この太陽光と風力というのはまあ、原子力がこう上がる一方に反して今や太陽光が10年前には予想もできなかったんですが、えー、と一番安いし新設をした場合に一番安い電源風力は あのそのほぼ同じだけどもそれに次いでつまり太陽光と風力が、まあ、あのエネルギーの中で最も安いワンツーフィニッシュの安い電源にこの10年間で、まあ、ガラッと様変わりをしたということですねで、えー、これは LCOE と,、えー、と言われるレベライズド平均あのいわゆる初期投資とランニングコストを、えー、合わせてあと 発電量も含むんですね、合わせた平均的な発電コストということになるので、まあ、単なるキロワットコストではなく、キロワットアワーで見た新設のコストということですね。まあ、日本は後で見るように、これの倍ぐらいまだ高いんですが、まあ、世界のほとんどの国で太陽光と風力は今や一番安い電源になったと。で、これがもうちょっと長い歴史スパンで見ると、こ,この勢いで落ちてきていますので、えー 化石燃料、まあ、石油もう歴史的なイベントとしては第一石油食第二石油食等々がありですねで、えーまあ、ずっと比較的安い石炭とそれからまあ天然ガスという化石燃料の市場に対して太陽光が空から隕石が落ちてくるようにコストが下落し先ほど見たように今日ではもう今や一番安い電源になったというここれに風力と あとバッテリーがもう一つ、これから大きな役割を果たすんですが、まあ、この3つがですね、もう今後の電力はもちろんエネルギーのすべて、一次エのすべての中心的な役割を果たすということが、まああの、もう世界の中心的な見方だし、実際の技術トレンドになってきていると。でしかもこれからも太陽光はさらにこれから10年で7割ぐらい下がるんじゃないかと、風力も半,半分、4割ぐらい下がるんじゃないかと。 蓄電池もこれから10年でさらに8割ぐらい下がるんじゃないかということで、これは結局すべて、えっ、ーえー、と、いわゆるコンピューターの世界でインテルを作ったゴードン・ムーア博士が言うと、この技術学習効果。何かこうあの、政府や企業が全く新しい発明の新しい技術で、それこそ核融合だとかですねあの、あとから出てくる CCS だとか。 今現在ない技術を技術開発によって新しく生み出すということではなくて、すでにある技術を、えー、しかも、まあ、入っていくというか、ですね素材のところから製,製造技術、あるいはそれに乗っかっているソフトウェアとか、生産技術、えー、そういったものをすべて、あのーまあ、作れば作るほど、すべて性能が上がったり、 えー、コストが下がったりしてくるというこの継続的なですね技術の改良改善、えーまあ、そういったものによって、えー、継続的にコストが下がりもう今となってはもう大学と風力がここまで安くなったで蓄電中ももうすぐエネルギー利用としても手が届くもう電気自動車利用としてはもうあのかなり実用化のところまでもす既に来ているわけですけども。 まあそういったあ形で進むあの英語で言うと技術開発は R&D とリサーチディベロップメントといわゆるディベロップメントという言葉が使われるわけですがあのこうやって、えー、どんどん技術を進化させるのはディベロップメントではなくディプロイメントといわゆる世の中にどんどん採用させることによって、えーえー まあ段階的継続的に性能が上がってコストが下がる、まあ、コンピューターもそうだし液晶テレビもそうですし、えー、あるいはスマホもそうなわけですが、まあ、そういう技術の特性を利用してとにかくあの研究開発ではなく、えー、市場への普及ということが重要なんだということが、まあ、あの共通認識になっているわけですねで、まあ、この先どうなるかというと、えー、もうすでに太陽光がこのペースで下がってくると えー、石炭火力よりももうすでに新設の石炭火力よりは、まあ、例えばインドとか、まあ、日本のほとんどの国では安くなってきており、えー、既存の石炭火力を動かすよりも安くなるのはもう,もう数年で来るんじゃないかとでさらに太陽光プラスチック電池も適産、えー、火力を新設するよりも安くなるのもあと数年来できて。 その先には、えー、既にある石炭火力を動かすよりも太陽光プラスチック電池を作る方が新規に作る方が安くなるという。となると世界で数百兆円、まあ、800兆円とも言われるいわゆる化石燃料発電市場というのがこれから10年で大崩壊をすると。でその投資はすべて太陽光や風力プラスチック電池といった。 あの新規の投資にすべ、えー、て振り向けられると、まあ、一気にエネルギー産業構造が、まあ、これから10年単位で変わっていくんじゃないかということが、まあえー、と非常に簡単な推計でできるわけですね。で昨年の5月にインドで800メガワあ失礼400メガワット太陽光、まあ、いわゆる40万キロワット,です、ね、400メガワットの入札で,でこの太陽光は単なる太陽光ではなくて、えーまあ、英語ではラウンド・ザ・クロックと。 要は、えー、時計がぐるぐる一周回ると、365日24時間、えー、8760時間、ずっと動く太陽光発電で、当然、蓄電池付きで、稼働率、まあ、通常の太陽光は十数ですが、稼働率80%。で蓄電はなんでもいいよと、リチウムイオンでもです、ねえー、レドックスフローでもキャパシタでもなんでもいいけれども、蓄電池をつけて太陽光で稼働率80%で、需給調整可能な 陽光発電の入札を去年5月にしたところ落札価格は1キロワット時あたり4円と、まあ、25, 年25年の長期固定というかインフレを考慮した長期買い取りなので実質固定価格買い取り制度に近い形ですけれども、まあ、それにも4円だとインドでももう石炭火力よりも十分安いという価格の プロジェクトがまあ落札をされて建設はまあこれからだと思いますけれども、そういったプロジェクトがすでにリアル化しつつあるということですね。かたや原発は高くなる一方で、これは先ほどのコンピューターや太陽光の技術学習効果にえま全く反比例する、作れば作るほどバカみたいに高くなるので、技術おバ,カこうおバカ曲線とか言われたりしますが、原発はまあ経済、少なくとも市場経済、 えの中にはすでにもう入ってこないと。えー、それでも強引に作られる原発、えー、イギリスのヒ、えー、ンクリンポイントとかですね、えー、フランス、フィンランドであるとか、あるいはまあビル・ゲイツが悪巧みしてやってる小型原発なんかは全く別の、えー、黒い糸があるとしか考えられないとい。で、まあ、日本で太陽光を、えー、あるいは風力を普及させ える場所が果たしてあるのかということですが、まああのまあ、住宅の屋根とか建築物の屋根は極力使っていわゆるあの自然破壊をしないような形でやろうとすると農地の活用、まあ、農地の中でもとりわけ広範農地ですねも活用することで、えー、例えば太陽光だけでも2018年の総発電量に相当する発電量は十分可能だと。まあ、あの実際には節電 エネルギーの効率化をしていけばその半分ぐらいですし、あとよその風力発電も、まあ、洋上風力を含めて考えれば、まあ、日本で風力と太陽光を中心でやっていけば、ポテンシャルとしては十分ありそうだということですね。で、まあ、我々も今一生懸命やってますが、この農業、農地を再生しながら、えーまあ、農業を永、えー、続しながらですね、えー、営農しながら、 太陽光もやっていくというようなところが、まあ、地域経済的にもいいんじゃないかと。で、まあ、我々の見通しではあの原発はまあ今すぐ止めてもいいですし石炭も速やかに止めていって、まあ、石油なんかは全く発電に使うべきではないわけですが天然ガスだけはちょっと残しつつ太陽光と風力を中心にできるだけ拡張しながらですね えー、あとエネルギーの効率化、いわゆる節電,節電発電所ですね、まあ、それと再エネを中心に、えー、拡張していくことで、えー、2030年はまあ大幅に CO2 削減はできると見ていますしで、2050年までのタイムスパンがあれば、もう石炭、天然ガスも含めて全部追い出すことは、まあ、全く問題なくあのできるだろうというふうに考えております。 で、えー、まあ、再エネを中心に普及すればあの今、固定価格買取制度が中心なので、えー、いわゆるサーチャージと呼われる付加金が消費者、あの需要化に1キロワット時あたり3円ぐらい乗っかるというまあ一時的な負担かかりますけれども、まあ、それはあのあと10年ぐらいからどん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 ん消費者の、えー、電気料金からは、えー、なくなって、えー いくので、まあ、そうするとやがて付加金がないレベルで、えー、だから10年後から20年後ぐらいにかけて付加金が消え去っていくともう再生可能エネルギーは、えー、とそこのもう国内だけでお金が回るということで、まあ、海外に流出をするあの火力、えー、GDP の5%のお金を費やして、えー、たりあるいはまあ原発の えー、福島の事故処理も含め、核廃棄物と事故にお金がかかる、まあ、原発よりも再エネの地域循環ということが重要だろうということですね。ですから、あの太陽光と風力および蓄電池が、まあ、電力の主役であると同時に今後、セクターカップリングと呼ばれる、えー、この太陽光と風力を電力を超えて他のエネルギー分野に活用するというのが、 かなりリアルなあの方向性で見えてきてで、まあ、技術学習効果が必ずしも機能しない地熱であるとか、えー、バイオマスあるいは小水力というのは、まあ、これは地域密着型で、えー、地域に根ざした形で丁寧に、えー、自然破壊 や地域社会の破壊をしないような形でやっていくという、まあ、同じ再エネでもですね大きく2番2分2つに分かれてきたのかなというのがこの10年のトレンドかなとでそういった中で日本は、まあ、の昨年出した NDC があまりにもレベルが低いと、まあ、非科学的だとかですね世界の危機器を共有してないとかいう、まあ、恥ずかしいレベルの NDC を出していてですねで、まあ、あの今回また あのえー、新たに、まあ、菅総理の2050年カーボンニュートラルを受けて出そうとしてい,いますが、まあ、あんまりそんな期待できないんじゃないかということで、えー、エネルギー基本計画の中で議論されているのは再エネがまあ50から60%で原発と化石プラス CCUS が30から40という、まあ、あの再エネの相場感も低いし まあそこに、えー、化石プラス CCUSCCSCCUS、まあ、CC CC を、えー、しっかり入れたというまあ,あの志も低いし、えー、非常に現実性も低い、まあほまあ、本来であれば再エネ、えー、普及に全力を尽くすべきですけれどもなかなか今の経産省や、えー、菅政権あるいはそれを取り巻く えー、体制ではなかなかか難しいと、まあ、CCS もしくは CCUS というのは、まあ、私は化石親父の妄想と神話と、まあ、現実も見えてないしテクノロジーを理解してない、えー、とこれは IPCC のレポートにも CCUS 入ってますし ID の最年のほのシナジオにも入ってるので、まあ、国際機関の人たちっていうのはやっぱ現実が見えてないからだ,あのだと思うんですが、i a は2008年には相当程度ですね、CCS、えー、CCS CC を相当期待してて、まあ、i a はあのこの2008年のレポートだと、ですね、えー、CO2 排出量、かなり高い。あの 高めに見てベースラインだけでもですね、かなり高めに見ていたのが、まあ、2019年になって、それが、えー、とかなり、えー、といわゆるベースラインが横ばいになったというのは、まあ、IA、e、もあの進化したなというかですね、あ今日ちょっと図に入れなかったんですが IA、e、の、えー、と風力と太陽光の将来予測をこう重ね合わせた図というのが非常に面白くて。毎、えー、毎年毎年 風力と太陽光はこの先こうなるっていう予測カーブの現実は常に常にその上をい行ってるという <laughs> あの再燃に関しては常に過小評価でエネルギーの需要とか CO2 については常に過大評価をしてきたのが IA、まあ、国際エネルギー機関なんですけどもまあ,あの共通してのは2008年でも2019年でも、まあ、原発と それから CCUS、昔は CCS と言ってましたが、まあ、原子力はだいぶ昔よりもちょっと現実に昔は原子力が6%だったのが3%ぐらいも落ちてますからね。えっ、ー、と CCS も昔は合計で19%だったのが今9%に落ちてるですが、それでもま7国残ってるといるとで、えっ、ー、と、まあ昨年ティンダルセンターがあの FOE フレンド・オブ・アースイギリスの委託を受けて作ったレポートからちょっと数字を引っ張ってきてるんですけども、えーまあ、IA であったりあるいは IPCC の一番あの、えー、と小さなシナリオでも3502050年で350ギガトン CO2 ぐらいの CCS あるいは IA だと2800トンぐらいを2800ギガトンぐらいを期待してるんですが今動いてるのが28箇所で0.04ギガトンで開発値も0.075ということでまあなんていうか1万倍ぐらい1万倍以上ですねぐらい現実と期待値の差が大きすぎるということとしかも今動いてるものの3分の2というかまあほとんど大半は あの石油、ガスのうの中に CO2 をぶち込んで、またさらに石油とガスを増産するというのに使っているので、一体な何,何,何のために、えー、いわゆる EOL というやつですが、えー、CCS なんだというようなあのですね、それからあの、まあ、その間に競合技術、サーエネと蓄電池が、まあ、今見てきたようにすさまじく伸びてきたと。 かつて CCS、CCS で期待したことというのは再エネとか蓄電池と,あと再エネといってもま太陽光と風力ですが太陽光と風力は、まあとであのデンマークの例で見ていきますが太陽光と風力からあのグリーン水素を作ってそれによってメタライゼーションするといったあの、えー、パスというかプロセスですねそちらの方がよりもう現実的になってきたので。 まあ、あのほとんど CCS、CCS に期待する必要性がもうなくなったんじゃないかと。それと、一番重要なのはやっぱりこの CCS、CCS、これ原発も一緒なんですが、この巨大複雑技術で、しかも地下開発を地下の貯留層とかそういったところを伴う開発なので、太陽光とか風力のような小規模分散、あと蓄電池もそうですが、小規模分散型で、えー、いわゆるラーニングカーブ、技術学習効果が機能するような、 あの技術体系じゃないですねさっき原発で見たようにやればやるほど高くなるっていうような巨大複雑系なので、えーまあ、技術学習効果がまあほとんど機能しない機能することが当てにならないで、まあ、先ほど言ったいわゆるテクノロジーディベロップメント、まあ、あの開発をすればなんとかなるんだっていう非常に粗雑で乱暴な思考に基づく技術開発で。 でまあ、本来はディプロイメントですね、普及によって技術が一つ一つ細かいところで改善、改良されていって、まあ、それが引いてはあの驚異的な価格低下に結びついていくという、このディプロイメントが非常に戦略としては重要で、でしかも、商業利用というのはまあほ,ぼほぼ不可能なんない、いわゆるビジネスとして受け入れられないんじゃないかという指摘もされています、ねまああの。追加資本が、まあ 初期投資が60から100ドル程度で、プラスランニングで2円から5円と。まあ、2円から5円であれば、もうただ同然の太陽光と風力はそれだけでもカバーしてしまいますから。で、まあ、ここでも競合技術がもう十分に安くなっているので、ほとんど技術開発すること自身がもう無駄な技術なんではないかと,いとです、ね、で太陽光と風力が あの再エネ100%に向ってまず電力分野で再エネ100%を目指しましょうというタイミングで日本は、まあ、98年10月から九州電力がいわゆる出力抑制を始めたんですね。で、えー、まあ九電の場合は原発4基、まあ、今この瞬間3基ですかね、えー、動かしていてで一応形上は火力発電を最初に抑制するって言ってるんですが。 半分ぐらいしか、半分ぐらいしか抑制せず、それから揚、えー、水発電ですね、まあ、かつては原発のための揚水発電を、まあ、確かに頑張って太陽光を昼間吸収して、夜、夕方から放出していると。で、他社連携線、いわゆる中国電力への関門連携線を使って、紫のところですが、このえー、送っていると。で、それを尽くしてもまだ余るので、この赤いところで太陽光を抑制するすあと風力も抑制するんですよというような形で。 まあ最近は特にかなり頻発に頻繁に抑制をしてるんですが、まあ、あの細かいこと言うと山ほどあるんですけど一番大きいのはこの化石燃料ですね石炭火力はもっとあの大幅に抑制にできるだろうというのが1つですねそれからこの中国電力に送るこの他,他社連携線は本当はこれの倍以上の容量を使えるんですけれども、えー、これは長崎にある電源開発の石炭火力を中国 あるいは関西に送る方が優先されて再エネの,この送る余裕が割り当てられてないっていうこのちょっと一般には分かりにくい要素があるんですがそして何よりも原発ですねこの原発はそもそも太陽光や風力があ,のえあるタイミングでえこんなずっとベースロードで動かすこと自身がナンセンスでえで あのここはですね日本が非常に遅れているところでやはりその、えー、と今、エネルギー大転換が起きるって大きなパラダイム転換のサブパラダイムとしてあのベースロードから柔軟性あるいはフレキシビリティという考え方に電力の系統運用の考え方がこ,ここ10年余りで、えー、180度変わったと特にヨーロッパを中心にあるいはカリフォルニアとかですね でそれはあの、これまではベースロードがあってミドルがあってピークというのを垂直統合していた独占電力会社の牧化的な時代はこう考えてたんだけども今、発送電分離もされしかも太陽光と風力があの一番安くてしかも純粋な原発の準優勝の純国産ではなく純粋な国産エネルギーでしかも CO2 も出さなければ放射能も出さない。 えー、この太陽光と風力を最優先して入れると。で、えー、それ以外はあの、柔軟にその太陽光と風力の変動と、あと需要との差分を柔軟に受け入れましょうというふうな形に、まあ、変わったわけですね。で、このグリーンピースのレポートのこのグラフは非常に分かりやすいですが、最初、ベースロードがあって、太陽光と風力が入って需要がありますよと。で 太陽光の風力が伸びてきでこれで抑制を始めたのが九州電力なわけですけれどもあの発想の転換でこれをパカッとひっくり返したらよく考えたらベースロードっていらなかったんじゃないのかということで、えー、もう一回下から積み上げ直すと風力があって太陽光があって他の電源で需要も変えることができるし電力の輸出入もしくは輸出入という形で。 えことともできると、まあ、実際にはあの電力市場ですね、電力マーケットでかなりあの調整をしているわけですけども、日本はそれもちゃんとやってないということで、えー、まあ世界はこの、えー、今や一番安くなった太陽光と風力のことをまあ自然変動型電源、VRE、とバリアリブリニューアブエナジー、エレクトリシティというわけですが、これをえ果たして送電系統の中に、 どれだけ高い比率で受け入れることができるのかの競争になっているわけですね。で、日本はまだ、日本全体は、えー、あこれが第1、第2、第3、第4段階と、まあ、自動車の教習所みたいになっていてですね。で、1段階は、まあ、まだあんまり影響ない。で、第2段階は、なんか供給曲線にちょっと太陽光と浮力が見えてくると。で、第3段階はその柔軟性という考え方に立って系統運用しないとだめですよ。 で、第4段階は短期的な安定で様々な数値が必要になると。で、日本はこの第2段階と第3段階の吸収電力と。で、えーまあ、世界で一番トップは南オーストラリア州のと、あとデンマーク、これちょっとデータが古いのでど、どちらももう50%を超えていると,ということで、えー、南オーストラリア州はあのー、ここは石炭がなくてですね、うんと、天然ガスと、あとそれ以外はこの 風力と太陽光で合わせてだいたい、ーセ51%ぐらいですね。おととしで51だから、もう今、多分六60超えてるかもしれないですね。で、えー、と、これが、まあ、たまたまその2016年9月に暴風で送電線がなぎ倒されて、その全週ブラックアウトが起きた後その半年後に、えー、半年後じゃないか、えー、と翌年にですね、えー、と、 巨大,蓄電池も巨大蓄電池を導入して、でそれがあの周波数変動と停電のリスクをほとんどこの蓄電池が全部回避することができて、まあ、それの投資効果が、まあ、75億円投資して30億円節約できたととで、去年1.5倍に増設をしたということで、すね、えー、と私もこれをこのケースを見るまでは、巨大蓄電池はまだ使い物にならないというふうに思ってたんですが。えー あっととといいいうう間にに実用化のレベルに来ているということです、ね、まあそれ以外に、まあ、この南オーストラリア州だけじゃないんですがではテスラが小規模分散型の家庭の5万個レベルで、えー、VPP バーチャルパワープラント蓄電池プラス太陽光分散設置とかも始めているので、まあ、非常にその電力システムが今あの大きく変わろうとしていると。でデンマークはまた違ったアプローチで風力発電550% あと,、えー、と、地域熱供給を歴史的にずっと普及させてきているわけですが、この地域熱供給の熱源も再エネにしていく、電力はこの風力発電とバイオマスで再エネ化するという、この言ってこいの関係なんですが、でデンマークは1979年に発電をする、あらゆる発電源は、あのコージェネレーション、つまり電気と熱を両方使うというコージェネが法律で決まりまして、 えーまあ、それは総合効率が高いからですね、日本みたいに温排水を捨ててたら、発電効率は40%の程度、まあ、どんなに高いあの、えー、いわゆるガスコンバインドサイクルでもまあ55とか、一番再生のでも60ですけども、コ、えー高ジェネレーション使ったらもう90%からもう90数ということで、総合熱効率が非常に高いと。で、まあ、電気は電気で使い、熱は地域熱供給で使うというコージェネレーションがもう,もう今から40年前。 にはもう義務化されている法律で義務化されているという非常に賢い、えー、日本とは違う賢い国ですがでそのコージェネレーションはもともとは天然ガスが中心で,でそ,それにバイオマスがどんどん比率が増えていったわけですがこれ2月1か月間の一目盛り1日で風力発電この灰色なんですけども、まあ、自然変動型電源という名前の通りですねその、えー、と需要の倍ぐらい発電するときもあればほとんど発電しない日もある。 で風力発電が発電が多いときにはこ下があの、下のグラフは高ジェネの熱量ですけども、高ジェネは止まり、風力発電が少ないときは高ジェネが頑張るということで、地域熱供給の分散型の高ジェネが電力市場の風力発電の変動を、えーまあ、いわばこうお互い補完的に相殺する形で動くと。で、えーまあ、本来、熱需要に対して動かす高ジェネーションが電力市場というか風力発電の動きで、 えーと変わるので結局、えー、とお湯に関して過不足が出るわけですけどもそれはデンマークに5000カ所あるこの地域熱供給が、えー、あ失礼、えー、と貯湯タンクがですねあの変動を吸収できるということで、えー、しかもリチウムイオン電池、まあ、安くなったとはいえそれでもお湯で貯めた方が安いんだよと。 えー、デンマーク政府はこのお湯で食める蓄電池は100分の1から1000分の1のコストだって言って自慢をしてますけれどもでさらにですねそれでも風力発電の電気が余る、まあ、正確には市場価格でもうちょっと細かい表現しなきゃいけないんですがまあえっ、ー、と俗っぽい言い方するとそれでも風力発電が余るときは風力発電を止めるんじゃなくてその風力発電の電気をお湯に変えるわけですね地域熱供給そうすると風力発電は止めなくてもいいし えー、地域熱供給側は安い温水かつ CO2 フリーの温水お湯ができると。で、電力市場もそれで需給調整できるという、まあ、三方よしなわけですね。で、えー、と今、その風力発電50%を70%に増やそうとしてるわけですが、あのー、そうすると、 さらなる余剰風力ができるわけですが、そ,のそういう余剰風力ができるときには、市場価格はネガティブプライスって、マイナス価格になるんですね、でそういったときを利用して水素を作ると、でその水素を日本の経産省みたいですね、トヨタみたいに、燃料電池車に使うんではなくて、その水素は触媒としてメタナイゼーションと、それを使ってメタンを作ると。いわゆる あのでデンマークはもう一つガスネットワーク北海のガスネットワークがあるわけですけども天然ガスいわゆる化石由来の北海のガスネットワークをバイオガスのネットワークに変えるわけですがバイオガスは、えーまあ、およそ半分がメタンで残り半分は二酸化炭素なんですけどその二酸化炭素を取り除いてその二酸化炭素とこの風力から作ったグリーン水素を、えー、と触媒として当てることによってあのメタンができるといわゆる風力ガスと書いてありますが。 つまりバイオガスのメタンと風力水素を使った CO2 によって、いわゆる CO2 フリーのガスネットワークもできるということで、えー、つまり電力も地域熱供給ネットワークもガスネットワークもですべ、ね、て CO2 フリーにしていくと。 でその全て横口で入っていくのがこの安,安すぎるというか安くなり今後も安くなる風力発電というのが今一番多分世界で一番近いセクターカップリングの姿なんじゃないかなということで、えーまあ、日本はあの水素を頑張ってきたってなんか勘違いして水素日本は水素のリーダーになれると言ってますがこれは後で言いますけどそれはもう全く嘘でえっでそういう形のちゃんとした電力市場を作りきちんと安い 安くなるネガティブプライスが出る市場を作りしかもちゃんと,、えー、と合理的な風力太陽光を作りしかもあのそれを水素にできるようなことにしないとですねでそういう限りなく安くなる太陽光と風力が中心にあってそれをいわゆる EV 電気自動車に使うというのはダイレクトに、えー、とモビリティ側に行きますしで先ほどの風力ガスあるいは太陽光ガスというふうに。 やっていけば、あのメタンガス、CO2 フリーのメタンガスに変わり、えー、とそれを使ってアンモニアを作れば、肥料になり、農業になるし、今、あのトラクターの EV 化というのも進んでますので、そっちはまたですから、あと、デンマークで見たような温熱もありますが、まあ、日本もエコキュートですね、ソーラー、太陽光のエコキュートっていうのは、まあ、あの一番近い温熱利用ですし。 その水素を使った今、あの直接還元製鉄というのも、まあ、日本も実験を始めてますが、デンマークとドイツではかなり大型の CO2、いわゆる石炭を使わない直接還元製鉄ですね、産業界にもそこを持っていくということで、エネルギーのすべてをやっていくということで、まあ、CO2、いわゆる CCS、CCUS が入ってくる余地がもうどんどんなくなっていくんじゃないかと。あともう一つあの電気自動車が、 単に電気動車が安くなるだけではなくて、いわゆる自動運転とライドシェアというのがどんどん入っていくと、いわゆる化石燃料、ガソリン、ディーゼル車を買って所有するという形から、もうスマホで呼べる自動運転、えー、しかもそれは EV で、しかもライドシェアで、しかも再エネ電力を使うと、と化石燃料のうちの燃料市場がまあ吹っ飛ぶということがまあリアルに見えてきそうだと。 でまあ、実際にまあ化石車、世界全体の販売量、去年はコロナで落ちたんですが、コロナで落ちる前から、ですねもうぐらっと落ち始めて、EV そのものはまあ急速に増えてきていると。 まあそういった中で日本は、日本とトヨタはですね、えー、おばかな水素燃料電池とかやっても、産業自体が崩落しようとしていると。で、日本太陽光が急激に増えたんですが、これはちょっとかなり乱暴に増やしたので、まあ、マイナス面も結構ある、いわゆる自然破壊の問題であるとかですね、えー、いろんな問題があるわけですが、まあ、それはちょっと今日後で、まあとでも失業とでも増えますが、問題はですね、 えっと急速に増えたんですけれども、その後急速にあの減少しつつあって、い、まあ、わば市場崩壊をしようとしていると。で、日本であのフィット法で増えたの実質太陽光だけなんですが、その実質増えた太陽光自体が今、崩壊しようとしていて、ですねこれは非常に深刻な、あの要は政策の完全なる失敗で、でもう一つ大きな問題は、太陽光も風力も、あのグローバル価格というか、例えばドイツなんかと比べてもですね、 倍ぐらい高い高ですねで風力は倍どころじゃないですね、2.5倍ぐらい高いということで、この今度、事業者側の高コスト構造と、これも非常に大きな問題で、この政策の失敗と、もちろん間には電力会社という問題があるんですけども、あと民間企業側の高コスト構造と、高こ,こ、あれこのものが出てきたのあ,れあ、で、あります。ちょっとなんか戻りましたけど。で水素は あのまあ、水素はほとんどねやっぱり、e、EV の方が非常に効率が高いという話と、まあ、グローバルにはもう燃料電子車の市場がなくて、まあ、まあおよそこんなことやってるのはガラパゴス日本だけですよという話ですね。で,、えー、っとで日本のこの環境エネルギー再エネとか原発とかの失敗というのはコロナの失敗と完全にかぶっているというかですね、えーまあ、コロナの失敗はもう。あの いちいち説明しませんが、ここに書かれている通りですけれども、あのワクチン配線で,であの、ざっと見るとですね、非常にその男性優位的なあの、マッチョな政治をやってきたところは、非科学的、反知性的で、まあ、マクロには失敗していて、まあ、ニュージーランドとかですね、ドイツとか、まあ、あの台湾とかですね。 えー、どちらかというと女性中心、女性的な政治というか、多様性を尊重する政治の方うが、まあ、中国はちょっと別ですがあの、えー、成功しているという、まずマクロな政治の話と、もう一つは日本だけがその中で、しかもこの下の中で日本だけがワクチン配線だとか、ですね検査をろくにしないとかあの、とりわけ飛び抜けて日本が大失敗しているという、まあ、二層構造になっているのかなと思います。で あのそういった中で,ですね、えーと、私がちょうど今、うんと、整理して、来月後の岩波の世界になぜ日本の再エネが普及、失敗したのかというのを今、書いた深い要因としては、やっぱり霞が関、政府と霞が関の政策形成がとてつもなく劣化をしていると。で、一つはまあ従来からある縦割り、縄張りで2年ごとにローテーションして人がコロコロ変わるし。 えー、でまあそういったいわばど素人のまあ課長と課長補佐が実質その意思決定の中心にいるわけですけどもまあそこがあのそこにすべて権限が集中して、えー、でも能力と知識はないっていうですねで、えー、しかも執行は丸投げしているので現場がわからないっていうようなこれはまあ昔からあるあの問題なわけですがまあ,あそれこそ旧、えー、帝国陸軍の えー、参謀本部と旧海軍軍令部の失敗ともつながるものですがもう一つやっぱり新しい今高度科学技術がすさまじい勢いで進展しつつあ,あって、えー、と国際関係も社会関係も流動化して複雑化して価値観も多様化して情報量が爆発的に急増してさまざまな政治イシューがあの大きな問題だけではなくて、えー、身近なあの家族の問題からですねあの えー、もちろん格差の問題もあれば貧困の問題とかですねそういった進展とこの古い問題というものがもう完全にミスマッチしてきてるんじゃないかとそういった中に、えー、霞が関とそれを取り巻く鉄の五角形というかですね御用学者を含め、えー、そういった中に、まあ、霞が関の無病神話と前例踏襲と、まあ、伝説というか神話があのとど とどまって原発、石炭、ベースロンド、水素が、まあ、入札したら安くなるとかですね、まあ、炭素税もですね、私はちょっとかなりナイーブな私は神話だとあの思ってますが、えー、で、プラス、あのあそれをこう日本型政策形成の鉄五角形の中で、まあ、これはメディアとが政治と官僚とメディアと、えー、御用学者と、それからあと何だったっ えー、政治と官僚と、まあいいや、あ、経済界だ、経済界ですね。で、そういった中で共鳴し、強化されるということで、えー、で、まあ,あの、あとそういった中で、えー、非常にあの風評被害であるとか、停電するとか、40年入るとか、まあ、非,常に非常に複雑な問題群を、あの浅い表面的な言葉で、えー、レッテル張りして、そのナイーブな言説が、 あのメディアを通じて、えー、伝わっていくということと、あとはエリート側があのパニックを起こす、いわゆるエリートパニックといったことも、まあ、あってですね。えー、で、えー、これが最後ですね。だから、まああのまあ、今の繰り返しなんですが、政策形成プロセスを根、ね、っこのところからアップデートしないと、ちょっとこれは日本は相当あの危ういなというところと。 まあ官僚とかがバランスとかまあ政治とかもですね大幅に見直していかなきゃいけないなということで時間ちょっと42分になっちゃったので以上で一旦終わりたいと思います。はいどうもありがとうございました。はいどうもありがとうございました。えっ、ー、とはきょ初めて知るような話も盛り込まれておりまして最後の方は日本の政治の課題、えー、今結びつけてお話しいただきました。大変ありがとうございました。えっ、ー、と講演中にチャットがいくつかあちょっとあの 質問がいくつか届いておりまして、えー、あの、えっと、いいねのボタンの多い方をベースに、えー、少しセレクトしながらあの、お尋ねしていきたいと思います。えー、っとですねあの、汚染水の問題の質問来てるんですが、これはまあちょっと今日とは関係ないので、後で余裕があったらということで、えー、っと、もう一つは、えー、っと,、えーっとね、ごめんなさい。 えと世界では太陽光発電のコストが下がっているが、日本ではまだ高いというような話がありましたけれども、その主な理由は、えー、普及率の問題なのかどうなのかということですが、いかがでしょここも、えー、っとですね、えーっとまあ、基本はですね、えー、いあの以前、アメリカとドイツと日本のコスト比較の研究レポートがあって、で、あのー アメリカもですね数年前まで56年前ぐらいまで日本と同じぐらいの値段で高くてでドイツは結構早くから安くなってきてたんですがあのでそれの要因としては,はハードウェアですねそのいわゆる太陽光のパネルとか、えーえっと、パワーコンと呼ばれるあの直流から交流に変える 装置だったりあの画題とかそこら辺はそんなに変わらないんだけれどもそれに乗っかる、えー、とソフトコストと呼ばれるハードコストとソフトコストと呼われるそのソフトコストのところが、まあ、当時でもアメリ,アメリカは、えー、とハードコストの2倍から3倍で日本もやっぱりそのくらいだったとでそのソフトコストって何かっていうと当然利益とか人件費とかもあるんですがあと取引費用とかですね、えー、とそういったものも 入るのであので、まあ間に人が介在したりあるいは工事を複数の会社にあ複数の会社というか、うんうん、日本でよくあるわけですがそれこそ福島原発事故の例えで言うと東京電力があの1人当たり日当10万円払うけれどもそれはどん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 下に行って最後一番ひどいの7時下請けぐらいまで行って最後は数千円しかもらえないという。あの 一番お金を出す人からすると一番高いものをあ一番品質の低いものをすごく高く買わされるっていう中抜き構造みたいなのがこうあったり、まあ、そういった要素も、えー、と積み上がってですねあのなかなかこのお、えー、日本の太陽光風力も、えー、と十分にコストが下がってないっていうところがあのじ時間とともに下がっていくと。 生きていいることは確かななんでですががそれでも十分に下がりきないという日本の国内産業のビジネス観光とかそういったものがすごく絡んでいるという感じがします。で地域熱供給のパイプはもっとひどくてですね、えー、と北欧とかだと,あの、えー、と穴を掘って埋めて埋め戻すまでのコストがちょっと太いパイプでもメーター5万円であの住宅街にはもうプラスチックパイプを 埋めていくかなりフレキシブルなパイプを埋めていくそれだとメーター1万円ぐらいなんですね。で、日本は、えー、っとメーター10万円から100万円って,ってですねもうお話にならないほど高くて、あのやっぱりそこら辺のあの日本の国内の産業構造、ビジネス、観光といったものも、かなりあのアップデートしないと追いついていけないというようなところがあります。 はい、なるほどありがとうございました。えっと、同じく太陽光の、えー、関連で、えー、太陽光や蓄電池を製造するための資源や環境破壊対策は十分なのかという質問も来ておりますが、いかがでしょうか。はいえー、っと太陽光は、まあ、まず基本的に、あのーえーっと、まず主要部材に関してはまず全く問題ないと考えています。いわゆるメインのシリコンと、それから、えー、っと表面のガラス。 えー、あと周辺のアルミ等々は、まあ、全く問題なくてあとはその中の配線部材だとかあのいくつかまあこれは携帯電話なんかともほとんど一緒なわけですけどもいわゆる電子的な部材のところができるだけそのより環境負荷が少なくより資源量の多いものにあの置き換えていくことができるかどうかが、まあ、いずれ課題になるかもしれませんけども。 まあ今のところその太陽光に関する資源論でそんなに懸念するのはあまり私は見てないんですがむしろ蓄電池の方は確かに量的にはリチウムイオンを使った場合に、えー、で、えー、と今年の初めのレ e チャーのレポートではやっぱり、あのー、リチウムイオンの方がよりあの、えー、と一つはリチウムそのものとあとコバルトって言われてましたがあのリチウムに関してはやっぱりリサイクル がやっぱりきちんとすることが鍵を握るというふうに言われていて、でコバルトは多分代替材ができるということで、であの実際にテスラの、えー、と新しい蓄電池はコバルトフリーの方にシフトするというふうに聞いているので、えー、とそこら辺は代替材の方に今度シフトをしていくということが可能なので、まあ、もちろん。あの えー、資源論とそれに伴う環境というのは絶えず同時に視野に入れないといけないと思いますけれども、まあ、今のところあの、まあ、相対的にはですね、えーまあ、ある程度その代替材の採用も含めればなんとかなるんじゃないかというふうに、えーとまあ、考えています。 蓄電池の方の,のリ,、えー、リチウムなどのリサイクルも問題だということで、お話しいたあとあの、またちょっと順番が変わるんですけれども、あの同じ太陽光絡みということで、えー、っと先日、小泉環境省があの住宅に太陽光パネルの義務化も視野に考えるべきというようなことも発言されたんですが、えー、日本の場合、その台風や地震などの災害があって、 えー、そのあたりの問題はどうなのかという趣旨の質問が来ておりますが、いかがでしょうか。えっとん<あ>はいあの地震や台風で、<あ>そのまあ要するに屋根に上げた太陽光パネルがははははい<の>はいはい、はい折れてしまうとか、そういう可能性はないのかという。はいえーっとそこはまあ施をちゃんとすれば、あのー、それこそあのえっと通常の野,野立とか。 あるいはあのエーノーソーラーとかだと高いところにあってその風圧とかまあねど基準でも2017年でもう一段強化されましたが風とか雪とかですねこの前も大雪でちょっと私の知ってる山口のエーノーソーラーがどしゃっと潰れちゃったりしたんですけどもあのやっぱりその空中に浮いてる方がより強度的には厳しいので、まあ、屋根についてはきちんと。 あの施工すれば、まあ、通常は大丈夫だろうなというふうにあの思います。であとはあのテスラとかもそれこそいよいよ、まあ、前から言ってましたけどダイレクトに屋根材として使える太陽光というのももう出始めてきているので、えー、とそういったものにどんどん当てていけばあの、まあ、そこは。 まあ大丈夫ななのかなと思いままますすはいいいあありがととうございますえっろんな基準とか、それから今お話しになった屋根材そのものが太陽光みたいな<ー>新たなそのやり方というのも考えられていると。それとじゃあちょっとあの、えー、いいねの数が多い方で太陽光から離れますがえっと地震国であり火山国である日本日本では地熱発電をもっと活用すべきではないかという質問があるですちょっといろいろ質問の中にはあの細かく書いてあるんですがとりあえず趣旨としてはえっと 地熱の活用というのはどう,どうだろうかということですがはいあのもちろん地熱はえっ、ー、と先ほどあったような形で地域密着型で活用した方がいいとは思いますけれどもその一次エネルギーに太陽光や風力のような飛躍的な普及とあとそのラーニングカーブに技術学習効果によるコストダウンでさらにはそれでネガティブプライスを使った水素 活用といったシナリオに活用できるほどそれこそ指数関数的に増えるかっていうとあのやはりちょっと地熱あるいはこれは小水力もそうなんですけども非常に厳しいなと。で、まあ、小水力に関してはまさに水利圏とかまさにそこは非常に厳しいですけど地熱はやはりあの地下に対して探査をしなきゃいけないのでその探査そのものにまず5年10年あって。 えーまあ、どこでもでででもきるってわけではないんですよね太陽光はまあ日本であればほぼどこでもできますし風力はまあ風が強いところだったらどこでもできるんですが地熱とか小水力はすごく資源の場所が限られてしかも水にしろあとその地熱のある,あるところは大体あの日本中温泉組合があってですね でその温泉組合との,あの環境省はもう今結構譲るつもりになってるので、まあ、それがいいかどうかはともかく地熱の開発のためにあのいろいろ環境省も配慮しましょうという感じにはなってるんですが温泉組合との対立は相当根強いところがあってそれがまた余計にいわば指数関数的な普及とは程遠い形でというよりも日本はもう 50万キロワットでほぼずっとこの30年間止まったままなのでなかなかその資源が豊富であるということとそれをどう利用するかというのはちょっとですね、えー、そう簡単な話ではないというのが、まあまあ、厳しい現実としてああるととといいいううことですすよねはい、ありがとうございます、えー、とあの質問くださっている方々に、えー、と改めて、えー、と説明なんですけれども。あの すべての質問にちょっと答えられないかもしれませんので、あらかじめご了承をお願いしたいと思います。えー、とそれから、ですね、えー、とざっと見ながら私も質問をセレクトしておりますが、えー、と太陽また太陽光関係で、えー、少し関連のある質問が2つあるので、えーとえー、質問したいと思いますが、1つはですねあの太陽光発電パネルのリサイクル技術が開発されたという報道があったらしいんですけれども、 えー、その中で、えー、とその太陽光の吸収を良くするため、えー、モリブデ筆のほかカド,カドミウムやヒ素が入っていて、えー、そこの部分のリサイクルが難しそうだということで、えー、そのあたりのことはど,どんな、えー、だろうかという、まあ、ちょっとこれ、きょお答えいただけるかどうかわかりませんけれども、まあ、リサイクルの,その課題ということと、もう一つは、そのえっ、ー、と、 日本の,その太陽光で先ほどの井田さんのお話の中で耕作地とか耕作基地にえその設置するというようなお話もありましたんですけれどえとその中でやがてそれもその太陽年数が来るとでそういった時のその更新とかえそのダめになった時の廃棄物の発生について問題がないかというまあこれ2つ関連があるかなと思いましてそれが1つ。そそれとのの今の質問に と同じ人の質問なんですが、えー、とこれもちょっと急にこお答えできるかどうか分かりませんけれども、その具体的にその耕、えー、作補給地とか耕作地でどの程度の面積を飯田さんは想定されているのかという、まあ、これはちょっと数字のことなんで、ちょっと今日は無理かもしれませんけれども、以上のあたりいいかかがでしょうかはいあのえー、と最後のやつはですね、えー、と今日の私の資料をばぱっと飛ばしちゃったんであれですけど、 えとちょっともう一回画面共有すると、とすえーとですね量,量的には、あのーまあえー、と日本の耕作放棄地じゃないや、まず農地そのものが大体いい450万ヘクタールぐらいあって、で耕作放棄地、まあ、農水省用語でいうと、荒廃農地というんですが、あのー、それが、えー、と 正面の後輩農地が大体30万ヘクタールぐらいだったかなあと再生可能な後輩農地と彼らが考えているのがやっぱり2三3 0万ぐらいあって合計670万ぐらいあるんですけれどもえー、っとですね太陽光に関しては差し当たり10万ヘクタールぐらいつまり後輩農地の範囲内で、えー、まあ、た後輩農地といってもすさまじい破り戻ってるところがあるので まあ商味使えるのもせいぜいそのくらいじゃないかっていうところもあるんですけどもであとは再生可能な荒廃農地はまああの太陽光で潰してしまうんじゃなく下で営農する形を想定すればまあ,あのそちらまで広げていっても30万ヘクタールぐらいで、まあ、ゆくゆくはその営農ソーラーを中心として100万ヘクタールぐらいであれば農業あの農業でもあのえっとドイツもそうなんですがあの それこそ大型村とかですね、えーと、新潟のような、もう超有料な、なんとか優良な生産農地にわざわざソーラーつける必要はないのであの、まあ、低生産農地というかですね、でドイツはわざわざその低生産農地というのを位置づけて、そこに、えー、太陽光を設置する方向に促しているんですね。日本もそうした方がよくてで、農業そのものをやめるんじゃなく、低生産農地という形で、 あと最近新しい技術も出ていて今ちょうど我々もドイツと共同でやってるんですがあのソーラーパネルを垂直に立てるんですねで垂直にしかも東西方向に向けると <laughs> であのこの間太陽光発電の一番進む技術革新の一つはあの両面発電ってやつです表からも裏からも発電できるとでそれを東西方向に向けるとあの 最初朝日が出る方向の午前中に発電ピークが出て昼間は落ち込んでまた午後に発電ピークが出るというと南向きに一番最適傾斜区で置いた太陽光に比べてだいたい95%ぐらいの発電量が出てしかも電力市場は昼間の太陽光のピークの時に電力市場価格が下がる今の日本もそうなんですが、えー、とその時は発電せずに午前と午後の、えー ふ普通の太陽光の発電量が落ちるときに発電が出てくるっていうこの垂直パネルというのを A のソーラーに使うと,、えー、と広大な牧草地の柵とかですね、えーうん、そういったものにも使えたりするので、まあ、そういったものを今後やっていきましょうかっていうような話もしているのでまあそういう形であの太陽光はその自然林をぶち壊す形でつあの山をならして作るんじゃなくてすでに人の手の入ったところを で広大な場所っっていうのはやっぱり農地なんですよねで農地でしかも農業と共存する太陽光というのが日本で一番あの今後量的にもボリューム的にも一番可能性があるので、まあ、そこを活用していくというのがまあ一番いいだろうというふうに考えています。でそのヒ素うんぬの話はちょっと私そこまでえっ、ー、とヒ素はあの入ってるのかどうかちょっと私はあのえっ、ー、と 分析データではセレンとかは入ってるんですけどヒ素はあまり私ちょっと見てなくてそれひょっとして別の種類の太陽光が混ざってるのかなって思うちょっとそう正確に分からないので今答えられないんですがあの更新については単にそれはもえとまずモジュールそのものを更新すればいいのでその場所は利用できるでまあ30年からおそらくはあの保証期間保証で30年ありますから実際には40年ぐらい使えると見ていいと思いますけども。 まあその時点では、より発電効率が高いものに当然置き換わると。で量的には大体あの、太陽光のパネル部分が年間80から100万トンぐらいというふうに言われていてですね。で、今、自動車がですね、あの日本の場合、自動車が500万トン廃棄物が毎年出るわけですが、そのうちの、えー、と百数十万150万トンぐらいが、 いわゆるシュレッダーダストといってリサイクル不能なしかも若干この危険なゴミとして産業廃棄物で遮断型の中に3杯で捨てられてるのが150万なんですね自動車だけでで太陽光は総量が180、まあ、から100万トンでしかも太陽光の場合はほとんどがモジュールあえっ、ー、とガラスとシリコンとアルミなので、えー、多分自動車のシュレッダーダストほど リスキーなゴミはその自動車の場合20%ぐらい出るわけですがあの太陽光はそこまで多分出ないだろうと、まあ、せいぜい5%をもっと少ないかもしれませんねだ,だとすると、まあ、100万トン出たとしても5%で5万トンひょっとしたら2万トンぐらいで,でそれも本当は都市鉱山的にそれは基本的に希少金属が入ってるので えー、携帯電話と同じく、えー、さらに気象資源の回収に回せる可能性もありますしということで日本の産廃全体、まあ、年間4億トン出る産廃全体の総量その中の、まあ、あ若干その毒,毒性の高いゴミ、えー、の例えば自動車のシレッタダスト等々と比較をするとあのそんなに大きな問題には私は あの問題ではないとは言いませんけども、まあ、そんなに大きな問題になるものではないではないかというふうに考えています。はい、ありがとうございます。えっとちょっとここで参加者の皆さんにあのお知らせですけれども、えっと飯田さんからえ今日のあのプレゼンの資料をいただいておりまして、先ほどチャットの方に貼り付けて、えー、おります。えっと事務局の方の伊奥さんの方でえっと新たにアップロードした URL をあの えー、チャットに書き込んでおりますので、そこからダウンロードできますので、えー、ご利用お願いいたします。伊豆さん、これ、改めて確認ですけれどそれときは、参加者の方々、ダウンロードさせ、はい、てあいよい。はいそれをさらにその二次的にその利用することとかっていうのは、その時はか確認して、出典が書いてあるやつはまあまあ大丈夫ですけど、はい、あと、気をつけながら。そうですね 参加者の方々、皆さん、あの学習用に使うのはもちろん大丈夫なんですが、あの第三者的にこう拡散するようなはまは、まあ、ちょっといろいろ確認しながら慎重にお使い願えればと思います。それではですね、ちょっと待ってくださいね、えーと。だんだんちょっと時間が少しオーバーしてきたんですけども、あのちょっと,、えー、と一つまず、えー、取り上げておきたいのはあの、質問の中身としてはいろいろ書いてあるんですけども、一つその森林。 のまあ重要性、その CO2 含めその温室効果ガス吸収するための森林整備の重要性についてはどうかという質問が一点来ています。いかがでしょうか。はい、あのえっ、ー、と森林の CO2 吸収は私そんなにあの詳しくというか専門ではないんですけれども、まあ特に日本の場合はあの何でしょう。えっ、ー、と。 もともと京都議定書のある時のやり時からまあ何ていうかこう取ってつけたようにつけたので、えー、とあまりその森林吸収にあのー、を数字の合わせとして依存すること自身は若干私自身は違和感があってですねで、あのーまあ、森林の場合はもちろんその炭素固定という機能もあるあれば そのえーまあ、生物多様性であるとかさまざまなその森林としての機能というものをきちんと保全をしていくっていうのが自然環境も含めてですねやっぱりそういうことが重要なのであの森林をこうやって、えーまあ、伐採してバイオマス利用してでそれでまた炭素固定でとかいうことの,その計算だけっていうのはまああの 国家目標の計算の割り当てに、無理無理当てるのは、なかなかこう、なんだろう,こう、私個人的には若干こう、そんなにあの推奨しないというか、違和感があるというところではありますねだんだん時間があの少なくなってきて、えー、予定よりはちょっとおーしいんですけど、もう少しあの付き合いを願いたいと思います。 あ今日のわれわれの問題意識でもある CCUS の限界に関わる質問が、えー、と2つおりきておりまして、あの1つはその CCS や CCUS の中でも、技術的に最も非現実的な部分はどこかという質問と、もう1つはえーっと、えー、CCUS が共謀であるということについてはいいんだけれど、 えとそのコスト的にまあ再生可能エネルギーより高いということだと、えー、太陽光や風力発電同様に今後,も今後は下がるんじゃないかという論理に対抗できないのではないかという質問ですが、まあ、これについてはも、えー、と本,本論の方で飯田さん、かなり説明されていてあの要するにそのデプロイメント普及の中で現行の技術がどんどんこう改善していって、まあ、飛躍的にコストが下がってきたというその再生可能エネルギーの え問題とその CCUS はまあそれとはまあ決定的に異なるという趣旨のことをお話はされているんですけれども、あの今日の本題に関わることなので改めてということも含めてその CCUS の非現実性についてちょっとコンパクトにまた改めてご質問ご回答いただければと思います。すいませんがよろしくお願いします。はいあのえっと要は太陽光と風力はまあもちろんその現場でプロジェクト構成するという開発的な側面 もあるんです、まあ、そ,そこもまあランニングカーブが一応機能するんですが、えー、それからあのそれを構成する一つ一つの技術が課題あの課題も初期はコンクリートで作ってたのがだんだんアルミの一本足とかにこうなっていったりとかですね。で、えー それからパワーコンディショナーもそうですしで何といっても太陽光のパネルがまあ、単にコストが安くなっただけじゃなくて先ほどのような形で、えー、と両面発電するようになって発電量が増えてとかですねそれ,それからその発電効率を高めるための,あの、まあ、素,子素子で。あの モノパークっていうんですけどもバーッとギュッと光の中で凝縮して発電効率が高くなるっていう要素の部分もあればですねそういった形でやっぱり大量生産するハイテク技術の中で、えーとまあ、それを主要構成するモジュールパワーコン課題というこの3点セットがそれぞれに、えー、ランニングカーブによって進化していったとで、まあ、風力もまあ同じくですけれどもえっ、ー、とこれし,しし SCCUS というのは、まあ、まるで違う技術体系ですよね。そのまあ、もちろん、一個一個は例えば CO2 を分離する効率をどう高めるかというそのケミカルプロセスのところと、えー、であとはそ,の、えー、とそれを、えー、と凝縮する化学プラントのところとそれからあ,のあとはそれを地下に、えー、インジェクションするという。えー まあその技術体系で,でもちろんそれが、あのー、全ての CO2 排出のところに、えー、大量生産的にしかも小型パッケージングであの設置されるようなプロセスにもし入ればですねひょっとしたらその乱入カーブが同じように機能するのかもしれないんですが、あのー、およそ、えー、と今、あのーえー、と数的に 大量生産モードでではないんですよね今28箇所しかなくて、えー、今開発中が70 75メーミリオントン CO2 だからまあ多分、えー、あと数十箇所ぐらいですよねだからあの数的におよそ,そのラーニングカーブが機能するような形ではなくかつ CO2 のインジェクションみたいなところとか一個一個の またそのアプリケーションが違うとあの大量生産というよりむしろカスタマイズのところが多いのでどちらかというとあの、まあ、原発的技術というかですねむしろあのコストがなかなか低下しない下手をすればあの上がる可能性すらあるという、えー、とラーニングカーブに入る以前のまだステージなんではないかなというふうにまあ思います。 というのが見立てであと何といっても現実との実際に必要な量と現実とのなんていうか期待値んリアリティがもう違いすぎるということですねでだから例えば電気自動車 EV なんかもえっとおそらく10年ちょっと前にテスラが参入しなければひょっとしたら今のようなあの飛躍的なラーニングカーブ的な成長は しなかかったかもしれないで,すよ、ね、でそこはあの、えー、まあそういうなんか本質的な、えー、と技術でこっちはあのラーニングカーブが機能するしこっちはしないということは決定的には言えないのかもしれないんですけどもただ一定のマスを超えるともう今やはっきり EV はラーニングカーブで、えー、と下がり始めたということはもう確実に言えますし。 えーまあ、あ FCV というか、ですね燃料電池電車はあの主社はおよそ乱入カーブでコストダウンで、えー、と通常のコストレベルに入ることはおよそ期待できない、現時点ではですね。というか、まあ、オルタナティブの EV がもうここまで来た以上、もう今後おそらく永久に来ないんではないかと。で、えー、CCUS もおそらくあの両方が単独で存在していれば、で、 太陽光と同じような普及カーブをもし何らかの形で作れればなるのかもしれないですけど、もうすでにオールタナティフとして太陽光と風力が水素の生産も含めて CCS がカバーをしようとしていた分野を食おうとしているので、えー、ますますマーケットがなくなるというその相互の関係というのもあるんじゃないかというふうに思います。はいいいいい一層よく理解でききたかとと思まますすありがとうごござめんなさい私さ私っき勘違いしててあの えっと、一応、今、大体3時20分なんですが、予定していた質問時間がこれぐらいまでだったんですけど、もう少しだけあのお付き合い願いたいと思います。で一つは、えっと、あと質問2つ、もしくは3つほど取り上げたいと思いますが、えっと、まずその自治体でそのまあ財政が逼迫していて、新たな再エネ事業に投資するのは、福祉や教育の要素を圧迫することにつながるのではないかと、でかなり困難ではないかと。 で地域エネルギーがカバーできる電力の割合どう考えればよいかということで、まあ、要するにその自治体にとって、えー、お金、えー、が限られていて、どういうふうに関わっていけばよいかという質問ですが、いかがでしょう、いろんな経験あるかと思いますああの、えー、とこれはまず根本的に自治体は自分の財政で財源で再エネ事業に投資するわけではなく、自治体は基本的にはフレームワークというか、あのー を作る方がまあ自治体の本業だろうというふうに思いますで重要なのはその地域の企業地域の住民の人たちが自らその再エネ事業に、えー、まあ出資投資なりあるいは自分自身が使うエネルギーを自分で生み出すような形をすることによって地域内の経済循環を自治体がどう作れるかということだと思うんですねもちろん再例だけじゃなくてまあ長野なんかでやってますがその えと住宅の断熱規制とあと再エネ導入の規制を、まあ、説明責任説明任なんですか任という形で入れることによって長野の断熱住宅の比率が一気に上がったとでそれによって地域の工務店はより付加価値の高いあの えと建設工事をすることができるようになって、まあ、首都圏にも <laughs> 今出れるようになったとかいう話も聞いてますがでかつあのそこで住まい手の人たちは光熱費が下がるわけなので、えー、と自らの可処分所得は高くなると、えー、で、えー、とそういった形でその地域内のエネルギーに伴う経済循環あるいは場合によっては建設投資が全体が回ることによって地域の雇用も広がるということが、まあ、全体としての地域の 自治体から見ての,あの税財政であるとかですねそういったものを改善していくということで自治体が持っているあの、まあ、乏しい財源をですね再燃にぶち込むということは必ずしも必要はないとむしろそのためのフレームワークをどう作るかということが重要なんじゃないかといはいいありがとうございます今の自治体政策についてはあの、えー、とこの緑の党ではないんですけわれわれも,我々もあの多くの議員が関与している。 高非常事態宣言の自治体議員のネットワークがありまして、そちらの方でもいろんな政策の,あの、えー、と整理などをしておりますので、えー、ホームページなどで探していただいて、ご覧いただければと思います。えー、と次はですね、えー、とまずあの EV の関係で少し、えー、いくつかありますので、まずその蓄電池の普及の中で EV 自体の企業がどれぐらい、えー、であろうかということと、えー、それから、えー、ちょっとですね。えーと えっとあったあった、えー、っと電気自動車、まあ、EV に賛同しておられるけれども、えー、ソーラー化とは異なって自給自足ができない電気自動車の普及のためには、電源構成の大部分を占めている化石燃料をなくすことが、えー、先決ではないかということと、総電気自動車化、えー、なら、えーまあ要するに、要するに総,、まあ、総 EV 化であるならば、再生可能エネルギーでは全く足りないのではないかと。 でそうすると、結局、原子力が必要と議論になってしまうのではないかという質問ですね。あと EV、もう1個だったかな、えーっとはい。とりあえず、その2つ 2>、はいえっと蓄電池の中で EV の今、比率が、えー、っとですね最近統計見たんですけど、90から95%ぐらいの幅だったと思います。まああのまだむしろ低値型という家庭とかあ、あと先ほどオーストラリアの例で見たようなあの系統に設置する。 蓄電池はまだまだマイノリティマイナーなんですけども EV のおかげでコストが下がりでそれによって今低値型にもリアリティが出てきたっていう好循環が生み出されてきているという感じかなという感じですね。でテスラが今度ベルリンに作る新しい EV プロセス EV というかリチウムイオンプロセスは従来の工場の、えー、と湿式プロセスから乾式プロセスに変えるので えと環境負荷も大幅に下がるのと、工場面積が10分の1、生産性が10倍に上がるという、そういう EV が、あのーこう、EV とか蓄電池ができる、まあ、アップデートされる4680っていうのだったかな。と、あのー、ういう形で、どんどん、あのー、密度も上がりでで、そのコストの下がる恩恵が定地型に来るという、今、そういう流れになってきているかなと。で EV が使う電力量というのは実は1、まあ、つはですね電力そのものの再エネ化を広げることとモビリティで EV どっちが先後ということではなくあのあもちろん政策論としてはその、えー、と神の立場になったらどっちを先にしてどっちに後にしようというのはあるかもしれないですけどもうグローバルな現象として起きていることを見た方がいいと思うんですね。 急激に太陽光と風力特に風力を両替しても太陽光の方がスピードアップしてますけどもへの大転換はそれはそれで起きていてであのモビリティは EV 化だけではなく自動運転とライドシェアによってそもそも車なんか買わない単なるシェアするものだっていうこのモビリティ大転換はもう異案をなく起きてるんですよね。 でそ,のその両方、まあ、テスラはその両方をソーラーもやろうとしてるしあの EV, もやろう EV 自動運転側もやろうとしてるわけですけどもあの、まあ、どっちが後先ではなく、まあ、それは同時に起きている。で、えー、とかつあの EV の使う電力量そのものというのは実は期待するほどそんな大きくないんですね。でだからあの昔電力会社があのえっ、ー、と EV やろうとして実はあんまり期待できないというんでみんな手を引いていったっていうまあ笑え,笑えないような笑い話があるんですけどもそんなに心配することはないっていうこととそれからあの、えっと、先ほどのセクターカップリングっていうシナリオから考えるともうとにかくどちらも待ったなしで進めなきゃいけないつまりエネルギーのすべてを太陽光と風力ベースに変えるというのがメインのシナリオでしかもしかもその方向に向かってしもう今失踪していると。 でモビリティはモビリティで EV 化に進むのであればそれはそれでそれが電力源は段階もう急速に今は例えば石炭が多くてもそれは急速に再エネ化を電力政策として変わっていくしそうするとモビリティも同時並行で石油が追い出され石油ディーゼルが追い出されていくので CO2 になっていくしあの政策論としても結果としてはよくベターになっていくので。 えっとグローバルにもう必然的に起きている流れをしっかり見据えつつ、その中でどういう次の一手の政策を打てるのかということを見ていった方がいいのかなと思います、ね、はい、ありがとうございます。えっ、ー、とエネルギーに関するまずグローバルな、えー、あるいはその産業界含めて大きな流れについてあの非常にリアリティのあるお話をいただきましたありがとうございます。えっ、ー、と最後にですねちょっと 本当全員の質問に答えられなくて申し訳ないんですが、あの風力発電について、えっと、質問が来ていて、えっと、その質問の内容だけじゃなくて、その関連して、えー、司会の方から少し整理してあのお聞きしたいんですけれども、質問としては、風力の導入への障壁についての日本の特殊要因を解決しないと、えー、風力の主力電源化ということが難しいのではないかという質問で。 特殊要因とというのはちょっと具体的に何を言っているのか僕もちょっと分からないんですが、まあそれえー、と今、まああのえーと、日本の,その、えー、実際にこうやろうとしている洋上風力、まあこれから立てようとしているわけですがそういったところで一方でその住民たちの,その反発などもありますし、えー、この質問でいうその、えー、とではその河野大臣の規制改革の中でいい点がその風力に関して いい点があれば、えー、教えてくれというようなことも触れられていますが、まあ風力発電日本におけるその風力発電のまあ今後の拡大の課題、えー、あるいは懸念、えー、そのそれについてコメントあればお願いいたします。えーとそうですね。あの,あの日本はおっしゃる通り風力発電は特殊要因があってあのまあ河野太郎規制改革のところもちょっとあのえーと環境アセスだけ にあのターゲットを絞ってしかもかなりあの急速に進めようとしたのでむし一方では自然保護協会とか野鳥の会の方からもですね、えー、とちょっと懸念をする声も上がっていますのであの、まあ、他のところでは若干進展したあの我々も賛同できる提言がかなり多く、まあ、実際に農地のところとかも含めて私いろいろ 協力したんですがあの環境施設のとこだけに絞って一気に進めるっていうのは、まあ、それだけやってもですね多分複雑骨折を起こしてそんなにうまくいかないだろうというふうに思います。で、まあ、日本の風力はあの政治文化的っていうかに言うと経産省に嫌われ <laughs> 電力会社に嫌われてきた、まあ、1990年あたりからの根強いあの歴史があって。 で,で、えー、とそういった中でさまざま風力発電っていうのがこう普及の、まあ、障害物レースの中で先進国というかそれなりに大きな国であの風力発電がここまで普及してないのは本当日本だけなのでこれはまあ,あの本当に、えー、ある意味異常事態ではあったわけですけども、まあ、そういう意味では何でしょうねやっぱ風力発電を あのえー、とこれからきちんと丁寧に普及していくには経産省のやっぱり政策と電力会社の系統連携系統運用とまあここは太陽光にも共通するんですけども、えー、とそこをまあもう一回ゼロからゼロからというかあの本当に、えー、近,近代国家並みにちゃんとしたものに改めるっていう一番のベースのところをやらないと。 まずそちら側は良くないし、あと事業の方も、先ほどみたいに風力発電は太陽光に比べてさらに、えー、とまだあの高いんですよね、グローバル価格に比べて。で、えーと、そこのサプライチェーンも作りきれてないので、事業者面も非常に弱いので、あのまあ、そこはちょっと時間をかけて丹念にやるしかないんじゃないかなっていうところがあります。で あの私も5年前ぐらいまではあのもっと風力をちゃんと普及するようにいろいろやらなきゃと思ってたんですけどあの、まあ、やった方がいいことはいいんですがあの今見てきたようにあのグローバル価格で見ても太陽光の方が安くなったんですねで,で日本ではもともと太陽光の方がもうすでに、えっと、安くなったと。であと 蓄電池とかセクターカップリング的な活用を考えていくとあの、まあ、あの政策の力点としてはも,もっともっと太陽光を爆発的に私はしかも環境を保全的かつ景観とかそういうものをやらないようになった方が日本の政策としてはよりあの現実に沿ったものになるかなという気がしますね。今あの遅れてきたバスに あの慌てて乗るような感じで台湾にも韓国にも遅れて洋上風力に一気にやろうと力こぶであの進んで、まあ、それもそこそこ進むとは思うんですけども、まあ、ここもかなり地域頭越しみたいなところがあってあのそれとやっぱり洋上風力を作るベースの足腰がほとんどない中で、えー、まああの行けばいいんですけど、まあ、それも。 あのなかなか結構そう簡単ではないかなというふうに、えー、若干こう、えー、第三者的に見ていてですねあ、まあ、それよりはや,やっぱり太陽光のコストをもっと下げながらで、まあ、特に後輩農地を中心に農業と後輩、えーまあ、農地だったらむしろもう一旦農地 じゃなくしてもいい、まあ、まあ僕自身は農地のまま農業をやらなくてもいいから一時期対応していざ鎌倉の時は農地にするっていうようなあの形がいいと思ってるんですがまあでも農地併用型、えー、あるいは一時的に農業をやめて太陽光というのも使ってやっぱりあと住宅建築物の屋根といったもうすでに人の手の入った土地スペースの太陽光をもっと優先した方が 日本の3ネ1 0 0に向けては、よりあのスピードアップできるかなというふうな、あの今、この時点ではですね、というふうに思いますね、まあ、風力発電はなかなか、あのこれまでの障害物物競争の中で、コストも規制も十分追いつけなかったという歴史があって、非常に難しいとは思います。 はい、なるほど。あの、いろいろ納得できるところもありました。ありがとうございます。えっ、ー、と、時間も少しオーバーしておりますので、飯田さんの講演本体はここで終了したいと思います。えっ、ー、と、ズームなので、参加者から拍手の音は聞こえませんが、皆さん、飯田さんに、あの、拍手をお願いします。ありがとうございます。えっ、ー、と、あの、主催者の方で、えっ、ー、と、いろいろ参加者の皆さんに連絡等もありますし。え、それから、その、先ほども申しましたが。 えっと井戸さんの資料がチャットの方に URL、えー、載っておりますので改めて確認をお願いいたしますえー、私が紹介したの自治体議員のネットワークの URL も今のチャットからちょっと上の方になりますが、えー、書き込んでありますのでそれも、えー、参考になればと思います井戸さん本当に今日はありがとうございましたあの,あの具体的な、えー、世界のグローバルな流れと日本のおこの動きの課題、えー、それからさまざまなその、えー、問題についてのいろんな考察をいただきまして 我々にとって本当にためになりましたありがとうございましたはい、ご調査ありがとうございました、はい、ありがとうございます総合司会の方に戻します奈美穂さんよろしくお願いしますはい、本当に、えー、飯田さんの細かいそして皆さんの,あの質問もすごく深いものがあったと思うんですけれども皆さんお疲れ様ですありがとうございます最後にですね、えー、もろもろいろんな情報をですね皆さんにお伝えしたいと思っております そうしましたら、今ですね、チャットの方に私、えー、7つほどあのアドレスを貼り付けさせていただいたんですけれども、見えておりますでしょうかね。これをあの1個ずつ、えー、画面でも共有してお見せしたいと思います。お急ぎの方は、あのこちらの、えー、チャットに書いてありますところが、あのチャットの内容がですね、えー 見ていただければあのご自分の、えー、手元で見ていただけるようにリンク貼っておりますのでそちらでもご覧いただければと思いますはいお待たせしましたではですね、えー、今日がね、えー、まず第一回ということで機構、えー セミナーのまあ、第3期の第1回が終わったわけなんですけれども、えー、このセミナーですね、3回連続で続きます。次回がですね、えー、第2回が5月29日の土曜日、えー、平田五子さんに来ていただくことになっております。そして、えー、先ほどの緑の塔のドイツの紹介でもありましたが、えー、ドイツ緑の塔からですね、ジャミラ・シェーファーさん、 えー、こちららは6月24日となっておおりまますすのでぜひこちちにもご参加お願いいたしますでちょっと覚えきれないよっていう方はですね、ぜひ緑の塔のですね、えー、メールマガジンに登録をしていただければと思います。こちら無料になっておりますので、えー、登録していただければ、あのまた来週、再来週い、いついつこのキャンペーンの、えー、このセミナーがありますよというお知らせも。 メールマガジンで月に大体2回ぐらいをあの配信しているものなので、えー、そちらでも情報をキャッチしていただくことができます。そしてですね、えー、今週、この4月22日木曜日なんですけれども、えー、アクションがですね緊急気候マーチ0422が呼びかけられているのをご存知でしょうかあの若者たちですね。 フライデーズフォアフューチャーの若者たち中心になりまして、えー、気候マーチ0422が呼びかけられています。そして先ほども出ました、えー、緑の党の自治体議員もたくさん、えー、参加しているんですが、こうう超党派のですね自治体議員による気候非常事態、えー、共同宣言の会というものがありまして、こちらの呼びかけ が今行われていますどんなことを呼びかけているかというとですね4月の22日に各自治体のところで各自治体の、えー、庁舎の前であのスタンディングアクションをしていただきたいということです。ちょっと今、プロモーションビデオ2、3分の短いものがありますのでご覧いただきたいと思います。 thank you 最後になりましたがですね、きょうの、あのー、ご参加いただいた皆様にですね、ぜひアンケートにご協力をいただければと思います。先ほどチャットにかけ掲げておりました、えー、アンケートの飛ぶ先ですね、えーと、URL 貼り付けておりますので、そちらからご回答いただけるとありがたいです。 そして最後に、もうこちらもあの先ほど共有ありましたが、えー、飯田さんの資料を公開しております。ということで、えー、ご連絡を終わります。はい、では、このあとですね、えー、もう一度お送りしますが、交流会、ズームでの交流会を、まあ、3、40分、えー、させていただきたいと思います。お時間ございます方は是非、ぜひ。 ご参加ください、はいはでは、長丁場になりましたが、えー、皆さん、本日はあ大変ありがとうございました。現在、94名の方がご参加いただいてまして、今日は120名を超える方のご参加いただきまして、本当に第1回、えー、成功することができました。ありがとうございます。ぜひ、第2回もよろしくお願いします。では、これにて、えー、緑のとグリーンズジャパンの、えー、ストップ気候危機キャンペーン第1回セミナー、 飯田さんの、えー、セミナーを終わらせていただきます。